どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。ただいまこの G ラボウクレレたち大好評で販売と予約受け付けております。このめちゃくちゃいいウクレレチェックぜひしてください。概要欄にリンク貼っておきます。さあ今日もレッスン始めていきましょう。今日取り上げたい曲はですねボカロ曲です。こちらの曲ドーンドーナツホール、これ8さんなんですけど、これは米津玄師さんということで、このボカロのねプロジェクトとして、米津玄師さんがやっていて、まあ、その後セルフカバーされたという、もうこれはもう伝説の曲になっております。これをこのちっちゃいウクレレで一本であのムード再現していけると思いますよ。皆さんやっていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはねもう悶絶です。何が悶絶かっていうとですね、速さとスピード感とあの躍動感、これがもうどえらいことになってますからね。はい、2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルだとですね、もうどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで音楽どんどんできますよというプログラムがありましてですね、それを見るだけでも本当にすぐできますから、ぜひ皆さん始めてください。概要欄に、その始められる URL を載っけておきますので、そこからね、いろいろ練習していただいて、またここに戻ってきてこの曲もやってほしいんですけど、もうね、2000曲ぐらいの課題曲を取り上げてるんで、あの、YouTube の中で皆さんのやってみたい曲スペースガズレレみたいな感じで検索していただくと、皆さんの好きな曲出てくると思います。どうせ練習するんだったら自分の好きな曲で練習する。これが早道だと思います。ぜひウクレレでどんどん音楽始めていきましょう。あ、それではレッスン始めていきましょう。まずはシンプル簡単バージョンからドーナツホール8&米津玄師さんの曲ゆっくりとやってみる。 1,2,3,4ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやいや、これでもゆっくりなんですよ。
かなりこれでもゆっくりです。はい。これね、息継ぎする暇もないぐらい、こう、言葉が畳みかけてくるっていうのと、勢いがやっぱりね、大事なんですけど、今のシンプル簡単バージョンぐらいの速さでしたらですね、初心者さんでもできると思います。コードもですね、一応入門コードばっかりで収まっているんでいいと思うんですけど、これを本来の原曲聞いていただいたらわかると思うんですけど、めちゃくちゃ速いんですよ。なんで、後半のかっこいいバージョンはその速さっていうのは一個テーマになると思うんですけど、今の簡単バージョンでは、まずこのね、曲の全体のノリというか、その雰囲気をつかむっていう意味では、これまずやっていただきたいなと思います。で、今の長さはですね、ガゼレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになってまして、主に1番のサビやった後に、もう最後の最後でエンディングのところをつけたというオリジナルショートカットアレンジバージョンです。まずこのバージョンで練習していただいて、いずれ私フルコーラスやりたいなと思った方、これね、基本的に同じコード進行で2番とかこう回っていくんで、慣れてきたら、1番のコードを書いて2番の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜とか作ってね、フルコーラスチャレンジしていくのも素晴らしいと思いますが、まずはね、ガズレレバージョンでまず掴み取ってください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、まずウクレレ練習をスタートしてもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に合わせて、演奏できるようになったら素晴らしいと思います。1個目のゴール達成おめでとうございます。もしできるようになった方は次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやってほしいなと思うんですけど、とはいえ最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはこれだけ難しいですよ。歌詞も読むものすごくいっぱいありますからね。なんでまず最初は楽譜を見ながら練習する、ゆっくりでいいんでね、楽譜を見ながら練習して、でいずれは覚えちゃって、なんかこう大空を見ながら月を見ながらとか、そういう自然の中でこういう歌とかなんか人間のことを考えながら歌うみたいなのはいいと思うんですけど、まずは楽譜練習でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はガズの、ね、手書きのノート、この書いてるこのノートを見ながらやっていきました。ちょっとこれを皆さんにシェアしようと思うんですけど、今のショートカットアレンジバージョンでも見てください。2ページビッチビチですからね、これすごい言葉の量とこの情報量はするんですよ。これでもショートカットバージョンですからね。で、もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってやろうと思うんですけど、今すごくいい便利なサービス始まってます。これドーン、ガズクラブ。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたドーナツホールを含むガズが今まで書きまくってきた膨大な数のノード楽譜のストックを、毎月5曲皆さんのお手元でデジタルデータでですね、ダウンロードしていただけるというサービスなんです。その5曲は皆さんお選びいただけます。これやりたい、この曲憧れの曲って感じで お選びいただいて、5曲で、ね、そのデジタルデータっていうのが、ね、結構キーポイントで、即座にダウンロードできる、すぐ練習できるんで、すごく有効な、コンテンツだと思います。皆さんこれぜひねチェックしておいてください。そしてこのガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて、毎月2回全世界中のガズクラブメンバーが参加する大セッション大会ガズ音が開催されていたりして、これめちゃくちゃ盛り上がるやつですからね、楽しいですよ。はい、その他にもですね、ガズクラブメンバーだけが入れるアプリがあったりとか、皆さんの演奏動画をアップロードできる Facebook のね非公開ページがあったり、なかなか面白いコミュニケーションを取れるね、第2第3の居場所になってますんで、このガズクラブぜひチェックしておいてください。で、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学っていうのは、今ご覧になってくれてるガズレレ YouTube のこの YouTube メンバーシッププログラムというものでございまして、これ YouTube にですね、グループで作れるんですよ。そこで今ね、たくさんの方がもう濃厚レッスンしてます。1個の曲とかフレーズを決めて、毎週2回のライブ配信にわたってすっごいね濃厚です。大学ですからお勉強ですよ。ぜひこれもね概要欄に貼っとくんでチェックしていただきたいんですけど、これ入る方はね16ビートぐらいまではちょっと弾けるように練習しておいてくれた方がより楽しいと思いますので、ぜひこっちも、ね、よろしくお願いします。そしてですね、ガズさん毎朝7時半から誰でも無料で聴けるラジオ配信をしています。スタンド FM というアプリ、皆さんダウンロードしていただいてアプリ入れてくれるとですね聞けますんで、ガズラジ、これも検索していただくとすぐ出てきますんで、365日朝7時半から喋ってますよ。ぜひこれもチェックしてください。今、お話ししたこの3つのコンテンツは概要欄にすべてリンクかかっているんで、よろしくお願いします。さあ、それでは楽譜見ていきましょう。ドーナツホール8、はい、これ丸1です。今日2枚にわたってますからね、すごい情報量ですよ。で、これ見てもらうとわかるんですけど、これコードはね、これ、ね、簡単でしょ、繰り返しですからね、これずーっとこの辺繰り返し、嬉しいやつ、こうちょっと流れが変わるんですけど、ここでね、はい、こんな風に映しておくので、皆さんテロップと見合わせながら、練習スタートしていただければというふうに思いますが、今こう映してるでしょ。で、今紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜ゲットするのがすごく有効です。ガズクラブノートの特徴は、ここの上に V が書いてあるじゃないですか、この点とかね、この V、 これがすごく役立つんです。いきますよ、ワン、ツー、スリー、フォー。いつからこんなに大きな、はい、いい、伸ばすときにここのリズムが入る、ここがリズムのガイドになってるんですよ、ここの点とこの V が、これ全部書き込んであるっていうのと、歌詞カードには載ってないこの言葉を伸ばすところ、
これがですね、かなりね、いいと思います。で、あとこのワンブロック4つ引くんですけど、ここの、この位置関係も結構重要でございましてですね、これもかなり、だいぶ役立つと思います。ガズクラブでガズの、ノートの楽譜をゲットするのもすごくおすすめなんですけど、お時間ある方はこの通りに書いていただくとそれ再現されますからね。で、ここにくるっと囲ってるやつは、今夜のかっこいいバージョンでここちょっと決めを入れるよということです。まず1番、A の1番。めっちゃ早口ですからね、息するところもちょっと気をつけながら。はい、じゃあここ2番です。コード進行全く同じで歌詞が変わっていきますと。ここも同じように決めが入ると。ですか、一時停止で書いてる。はい、で、ここがですね、B メロですね。はい。ちょっとここ下の、こうだね。前のページがここ出ちゃうんですよね、このノートを。あれで。ラストってここ書いてあるように見えるけど、これ隠してる。B メロです。ここの B メロの歌のメロディーラインが凄まじく素敵なんですよね。ちょっと皆さん、素敵な感じをちょっとぜひね、聞き取ってください。すごい歌難しいですけど、メロディーライン。はい。あなたを傷つけてはしないかとか、ここら辺とかすごくメロディーが難しい。でもコードは簡単でしょ？はい。で、ここブーッと来て最後のところで、ここちょっとね、たたたたと書いてあります。これかっこいいバージョンでここ決めが入るんで、これ後で解説していきますね。そしてここからサビに入ります。はい、こっちくるりんぱしまして。はい、ここからサビですね。このサビがね、すごいドラマティックでキュンとくるんですよ、ほんと。これはね、結構だから、音程？ボーカルの音程のね、高低差もすごいあるんで、聞き込んでほしいんですけど、これね、いいメロディーだからすぐ覚えちゃった、メガズさんも。やっぱ今泉健司さんってすごい、天才ですね。もうね、強烈。本当に。あ、で、ここにこう矢印があるけど、これシンコペーションとでリズムが前にズコンと食い込んで、これかっこいいバージョンだ、これやっていきます。解説も後でしますと。このくるっと囲ってるとこ、言葉が早いよ、みたいなコントでガイドしてありますが、ちょっと皆さんも参考にしてください。ここがですね、もう畳みかけるようなもうね、本当に素晴らしいサビで。はい。で、ここがガズレ、本当はここ1番ですね、ここ2番始まるんですけど、ガズレレショートカットアレンジ、ここからもエンディングのパートに入っていきます。最後の畳みかけるようなエンディングです。はい。で、ここのところも、下にね、たーたーって書いてあるでしょ。こう、かっこいいバージョンではちょっと止め気味に弾くっていう技を使う。これも解説していきますけどね。で、ここで、あなたの名前は、で止まって、Aマイナーで終わった。これが、ガズレレ簡単版アレンジでございます。ショートカットアレンジバージョンになってます。じゃあ、出てくるコード見ていきましょう。出てくるコードはね、今日7個です。言っていきます。C、Aマイナー、F、D マイナー、G7、E7、E マイナー7のこの7個。今映ってるこの7個はガズレレでは超入門コードのグループ、これです。ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいね、ウクレレで音楽始めたいなとかいう方に、一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のね、グループなんです。この10個はね、たくさんあるように思うかもしれないんですけど、入門コードなんで、1個ずつ見たらもうどれも簡単なんです。だけど10個いっぺんにとっと覚えようと思うとね、なかなかごちゃごちゃになるんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画を撮ってます。この概要欄に貼っとくんでね、コード覚えたいなという方で、ガズレレ必須コード10個からまず最初に覚えてください。順番がありますからね。じゃあ、これをちょっと確認した上で、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、今一度確認。この歌はですね、やっぱね、歌のメロディーかなり、難しいのと、さっきも言ったように言葉がもうどんどん畳みかけてくるんで、やっぱり聞き込みが大事になると思いますね。で、さっきも言ったけど、B メロのところの、あなたを傷つけてはしないか、このメロディーとか、簡単な感情ばっか数えてたら、このね、音程がすごく低いところから高いところまで、こう、泳ぐ、縫うように、音程がこうね、すごいことになってますんでね、もう、これがダイナミックでかっこいいんだけど、難しいですよ、歌は。なんですけど、やりがいはすごくあると思います。コードは簡単なんで、そこら辺にフォーカスして、ゆっくりやっていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、出てくるコード一緒なんですけど、ちょっと決めがいろいろ入ってくるんで、追って解説しようと思うんですけど、基本的なリズムを言っておきましょう。今日出てくる基本的なリズム、これドン。8ビートのチャット、カッティング。このね、今日はですね、これキレが大事なんですよ。このね、ボカロ曲、特にこの米津玄師さんの8のドーナツホールは、聴いた瞬間に、このキレがね、すごい良かったんですよね。これを再現したいなと思いました。ひとまずこの8ビートとカッティングの弾き方解説は、概要欄に、ウクレレでできるリズムいろいろというね、URL 貼っておくんで、そこでね、濃厚解説、レッスン動画、それぞれのね、濃厚解説動画がアップロードされてるんで、そこを見てじっくりね、まだちょっとリズムはわかんないなという方は見てください。ちょっとじゃあ A マイナーで今日のメインになる、リズムをちょっとやってみましょう。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。感じですね。この切れ味止まってるでしょ。このカッティング左手でこうよく見てもらうとこうパカパカ動いてる。これでこう弦を鳴ってる
弦を触れて音を止めてます。だからカットしてるでしょ。その時にカチャッとやったりしてこのフレーズを組み立ててます。もうとにかくねこの曲めちゃくちゃ早いんですよ。これイントロのとこやってみましょうか。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、テテ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 テすごいでしょ。タッ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 。これをですね、もう今の速さでやって、しかも歌っていくわけですね。なんでこれ今日はここがまずね、悶絶ポイントですね。ちょっとイントロのコード進行でちょっとね、4回ぐらい回してみましょう。練習です。ちょっとゆっくりめでいこうか。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっと Am でよーく分析してみましょう。ダッチャッタッタッチャッカですからね。ダッチャッタッタッチャッカ、この表を見てもらうと実際に弾くのは3回しかないです。ダッチャッタッタッチャッカですからね。ダッチャッタッタッチャッカ、これを忘れないでください。これを早くやるとこんな感じになると思います。はい、これかなりね、ちょっとね、この速さっていうのもこの曲の一つの魅力なんで、ここはね、ちょっと再現してやってみようと思いますが、最初ちょっと難しかったら、カッティングなしの8ビートで、8ビートのチャで、これでもみんなついてこれるかなっていうぐらいの勢いがありますからね。で、ちなみに、サビからは普通の8ビートのチャに戻るんで、ちょっとこう、開ける感じがすると思います。はい、その使い分けですね。だから A メロと B メロは今のフレーズ、ダッカタッカタカタッカカッカこう、カッティング入れた、こう、切れ味鋭い感じでやってみようかと思います。これがベーシックなリズムになってます。じゃあちょっとキメが入ってくるんでいろいろやってみると、A メロの一番最後のところで、それでもあなたがなんだか思い出せないままでいるんだなって、これ止まるんですけど、その時ちょっとやってみますね。それでもあなたがなんだか思い出せないままでいるんだな。Am G7、Am で止まる。タッタッ。はい。こんな感じのが1番も2番も最後のところにこれ決めで止まるところが入ってきます。このね、止まるところで切れ味をまたね、さらに強まるんですよ。で、次の頭でドーンと入りたい。ここら辺もね、切れ味鋭くいきたい感じですね。そしてですね、B メロの一番最後に決めが入るんですけど、ここはね、ちょっとやってみると、あなたが知れば笑うだろうかのことですね。ワン、ツー、スリー、フォー。あなたが知れば笑うだろうか、ここ。こんな感じです。E7 で押さえといて、ちょっと小指の見ておいてください。ダダッタ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 ッ、一弦の3フレットと、ここに1回入れるんですね。ちょっと小指だけ見てて。これをちょっと採用してみました。これガズレレオリジナルのアレンジです。はい。ここもカッティングですよ。ダダッタ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 ッ、右手でもいいかも。ダダッタ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 ッ。チャを応用して、口で言うと、ダダッタ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 ッ。はい。この決め入れていきましょう。で、ここからサビに入ります。サビに入ったらさっきも言ったように、普通の8ビートのチャでいきましょう。カッティングをあえて抜く。そこでまたこうドライブ感を表現していく。やっぱこの落差というかね、ちょっと表現の違いがあった方がかっこいいんでね。サビは思いっきり全開でいくんですけど、ここで出てくるのがこのシンコペーションマーク、リズムがドーンと前に突っ込んでくるよというリズムが歌にシンクロして入ってきます。ちょっとサビやってみましょうか。いきます。簡単な感情だか。今のところで矢印のところでリズムがドーンと前に突っ込んでる。これシンコペーションと言うんですけど、アップになりますね。8ビートなんで。あとそのあなたがから言ってます。せーの、さん、はい、じゃあ。あなたがくれた体温まで。今の分かった。アップで G7 でしょ。あなたがくれた体温まで。次も、また。はい。シンコペーションがここ。結構だね、インパクトがあるシンコペーションが入ってきます。で、そのままずーっと行って、最後のところの決めがあるんですけど、最後、目を見開いたっていう、最後、応酬のリフレインするところがあるんですけど、そこでですね、ちょっとこう、ストップがかかるような弾き方、やっていきたいと思います。ラストのね、静かに呼吸を合わせ、目を見開いたからやっています。静かに呼吸を合わせ、目を見開いた。次です。ダッツクタ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 ッツ。スタート。こういう感じでいきます。ちょっと歌い入れでやってみると、静かに呼吸を合わせ、目を見開いて、ここですよ。目を見開いた、目を見開いた、あなたの
これかっこいいですよね、最後。ダーツ、ダーツ、ダーツ。これはですね、F からやってみると。ダー、チャカ、ダー、チャカ、ダー、チャカ、ダー、チャカ。毎回チャカを入れていく。ダー、チャカ、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 ダー、チャカ。こんな感じです。チャカチャカ、チャカチャカ、毎回入れていく。これ音がダー、ダー、ダーって止まる感じを表現しています。で、最後は、あなたの名前は、で、最後、A マイナーで、チャッパーで終わる。チャッパー止めます。あなたの名前は、ダーツツツダーですね、最後。ダーツツツダー最後。ここのね、細かいですけどね、この最後のとこかっこいいんだよね。あなたの名前は、終わり。A マイナー。これはなかなかですね、シンプルなんですけど、ここぞという決めでですね、このビシッとこう決めたい。キレがやっぱりこの曲のキーワードだと思いますね。やっぱボカロ曲っていうのはやっぱりそもそも人間が演奏するっていう想定をあまりしてないところがまた良かったりとかする要素があると思いますね。このちょっと機械的に弾けるとなおかつね、なおさらそのボカロ感が出るっていう感じだと思うんですけど、まあでもなかなかウクレレこれ一本で表現するにはこれかなりですね、練習になるというか身につくというかもうね、すごい要素盛りだくさんなんですよ。これコード簡単なんですけど、かなりですね、全体のイメージとしてはガズはですね、これはもうすごい勉強になる、ドライブ感もあるし、キレも肝心だし、そういう意味ではすごい大事な曲だと思います。そしてやっぱ忘れちゃいけない、この歌の世界観、歌詞の内容、このプロモーションビデオ、いろんなね、いろんなこうカバーされてる、ボカロが歌ってたり、いろんなアーティストが歌ったりするのあるんですけど、まあ、それぞれに出てくるその映像とかですね、その世界観というかね、そういうものもやっぱりこのなんていうのかな、ジャポニズムを感じるし、なんかこう世界のね、最先端みたいな感じもちょっと感じるんですよね。なんかそのね、なんか、刹那の感じをやっぱり胸に抱きながらこう弾くっていうのもやっぱ大事。感情表現ですから、音楽はですね。これできてできないとかそういうのも大事ですけど、やっぱり、そういうのを合わさった時にやっぱりいつも言ってますけど、素晴らしい、こう、気持ちがいい演奏につながっていくと思います。それを忘れないようにしてください。じゃあ、行きますよ。今回のかっこいいバージョンはかなりこう、スピードと切れ味がテーマになってますから、かなり速いです。はい。ガズレレ流かっこいいバージョンでドーナツホール8、やってみる!1、2、1、2、3! ドーナツホールガズレレ流かっこいいバージョンやってみた。なんでしょうか、このエネルギッシュなこのぐいぐい迫る感じというかですね、この畳みかける速さと切れ味、そしてこのなんていうか刹那なこの歌詞世界、これが三位一体となっても押し寄せてきます。これすごい曲ですよ。これは皆さん
ただし簡単ではないんで、まず最初ゆっくりからだんだん早く、世界観を再現できるようにしていくのがポイントになると思います。楽しみながらやってください。さあ皆さん、お知らせです。今も使ってたこのウクレレたち、ガズのウクレレたち、ただいま大好評で販売と予約受付中でございます。今回ね、年末でですね、いろんなね企画、セミオーダーの方はガズの思想の動画を YouTube に上げるとか、いろいろそういうコンテンツもありますんで、ね、ぜひ今回の募集で、ガズレレ公式ホームページでちょっと G ラボのウクレレチェックよろしくお願いいたします。そしてですね、この本出てますよ、ガズピアノの本、ガズピアノ、私ねピアノ教室の YouTube チャンネルやってるんですよ。教則本が出ております。ガズピアノの鍵盤楽器もめちゃくちゃ最近ちょっとプチブームになってますからね、ぜひこれもね、ウクレレやってる方だったらすぐできる鍵盤の弾き方になってますんで、ぜひこれも合わせてご覧になってください。このこと概要欄に貼っておきます。そしてガズレレではその他にもね、いろいろあります。アプリがあるんですよ、ガズレレのアプリ、ガズレシピというアプリがあります。これはもうね、もう9ブロックぐらいあって、もう楽譜の見れる、サイトなんですけど、アプリ、ぜひね、皆さんのスマホとかタブレットに入れていただいて、すごく見やすいね、かっこいいバージョンも入ってますからね。で、このアプリの中の楽譜が本当の本になって出版もされております。 Amazon で今ご購入できますんで、これも Amazon でですね、このガズレシピって探していただくと出てくると思うんで、チェックしておいてください。その他にはですね、この見てください、いつもついてるここにガズさんの、両親が作っている水引きだとか、マイハニーの手作りハンドメイドのこのストラップだとか、キャップだとか、 T シャツだとか、いろんなグッズ、ガズレレグッズ、楽しいグッズもたくさんありますよ。それもホームページに載ってますんでね、もう本当にあっちからこっちから音楽楽しむ人も増えて、それをこう助けてくれるいろんなツールなんかももう充実しております。はい、そんな感じでガズレレ日々音楽、楽しい音楽をやる人増やすぞということで発信しております。また皆さんお会いしましょう。それでは本日のレッスン、これにて終了。ありがとうございました。さようなら、バイバイ。